前回までのアウトラストは？うわー、もうやっぱり出たやん。やばいな、あんた何してんの。さあ、レッツゴー。ほら、出口。何何何何、やばいやばい。どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。それでは、アウトラスト続きの方遊んでいきたいと思います。前回はようやく病院の外に出たと思ったんですが、まだね、病院の敷地内ということで、こっから脱出する道を探っていきたいと思います。ただね、明かりが一切ないから、常になんだろう、この、暗視モード、お前嘘だろ？なんで？おいしょ。危ねえ。あぶな。女性島内でマーティン神父見つけましょう。いやー、あいつ急に出てくんな、マジで。ここは開くの？はい、ノットオープン。いやー、雷の音がな、うるさいな、結構。でも毎回これでビクってしてしまうよ。あー、めっちゃ血の池地獄。やば。もうここ景観残ってないんじゃない？あ、こっから入れるわ。女性病棟やっぱあるんだね。よいしょ。入ったけど、なんだ急に赤くなった。いやー、なんか、女性病棟は女性病棟で怖いな。やっぱ精神病棟で男性しかいないのかなって思ったら女性病棟もあるんですね。ああ、いるね、神父。やっぱあのなんかデブッチョがウォルライダーっていう名前なんですね。予想外使ってマーティン神父のとこに行きましょう。こっちか。怖いなぁ。よいしょ。多分こっちして。かい。何あれ。ちょっと待って、やばいやついない。電池ないかなぁ、ないか。え、待って、次は幽霊。ああ、消えた。いやー、ちょっと待って、開かない。でもいたよね、明らかにここにさ、なんか。幻覚なのか、それとも本当にいたのか。またまた幽霊なのかな？あ、いるね。ってことはさっきのお化けじゃない？わからんけどさ。電池リローディング。怖い。これ何やってんの？うわ、なんか肉塊かなんか。あ？肉塊かなんか入っとったよね。こっちはまあさっき行った道で、ここら辺電池は落ちてないね。じゃあこん中入りましょうか。ここが行く道かな。
ここなんもなし。ここら辺。電池とかはない感じ？なんでそんな深刻そうな音楽鳴るんだよ。こっち行ってみようか。おわ。なんもない。なんもないね。電池の一個もない。しけてんなぁ。てかなんかそんな悪口言ったらやばいの来そうだけどね。まあまだ電池はね、多少。なんだよもう。あ、でも、ん？女性？ん？男性っぽいよね。あ、これ入り口に戻ってきた。いや、全然違うわ。あ、上行けるね、ここから。ちょっと隅々まで探索しましょうか。え？こっちは下行けんの？そもそも。行けたら行けたら嫌だけどさ。え、待って、行けるくない？え、いけちゃうの？こっちなんもない。いけちゃう、いけちゃう。いや、音楽怖い、音楽怖いけどなんかいたよ。ごめんなさいね。お邪魔しました。電池ない、電池。電池ないかー。まあ、ドキュメントだけか。あんまり来る意味なかったね。じゃあ行きますか、上。そんなもんだよね。こっち側もなんもないよね。あー、死んでるー。電池。ありがてえ。亡くなった警官の代わりに私が有効活用しましょう。さあ、上行きましょう。よいしょ。うわぁ。本当に、さっきまでというか、男性病棟は、本当になんだろう、よくわかんない怖さだったけど、ここはもう、幽霊みたいな。誰が今話しかけた？あ、ここか。ええー、どうやってそこまで行ったの？あの神父先々行き過ぎじゃない？こっちが正解っぽい。ちょっとだけ待ってね。私こういうの全部見て回りたいタイプなんですよ。ん？鍵必要か。なんだあれ？わ、やばい雰囲気だな。ドライブイン。ドライブスルーとはちょっと違うのかな。なんだろう、ドライブインって。いやー、こういうとこで英語弱者なところがねー。よいしょ。いやー、電池。電池はないかな。こっちもいける。ヒューズがないから。ああ、そういうこと？え、取れるんじゃないの？こういうのさ、もう頑張れば。ヒューズ3つ集めてこいか。そういうこと？で、しかもあそこ飛び越えられたってこと。とは逃げれるってことだもんね。ああ、行きたくないな。
行きたくねえな、本当に。とりあえず電池リロード。じゃあ行きますか。ドーンって来ない？お前。いや、絶対帰り道来るんじゃないの。針がついてる。え？そういうタイプか、お前も。あれ？どこだっけ？あ、こっちか。どうやって逃げ延びる？今回は。よいしょ。こっち行って、そもそもどうやって逃げるんだ？これ。来るよね。あれ？こっち来れた。あれ？どこ行くんだ？これ。わからんな。よいしょ。あ、こっちか。さっきの道は。こっちまでは来ない？のか。いやー。まあ、出ますよね。何か集める系だと基本的に敵は。定番というか、こっちまで来ればあいつは来ないのか、じゃあ。よいしょ。で、こっち行ったら敵来たよね。じゃあ、こっち行ってみます？いいんじゃん。でもあっち側行ってるってことはさ、こっち大丈夫なんじゃないの？よいしょ。よいしょ。おぉ。電池2個ってことは電池2個いるようなところっていうことだよね、ここは。一応ここでバリケードしとこうか。電池リロード。お、あ、電池？ああ、いけないか。足音はするね。invite the war rider. インバイトなんだっけ？参加するとか招待するとかそんなだっけ？よくわかんねえな。ちょっと待って、もうなんかここ安全になったからさ、若干開けたくないんだけど。でも開けるっけなよね。よいしょ。自分から開けなきゃいけないって、相当やばいね。とりあえずいないか。ヒューズを3つ集めないといけないから、あと2つだね。ぶねえ、今の。普通におったわ。じゃあ今のうちにちょっとこっち側行こうか。ここはまあ当然のごとく開かないよね。なんて優しい目なんだ。うるせえよバカ野郎。こっちで、こっち行きます。で、ここ行きます。やっぱ基本こっちまでは来ないみたいだね。
このゲームいかにアンチポイントを見つけるかっていうのが、まあ重要だよね、やっぱり。でもシューズ3つだよね、多分。だよね、3つだよね。でもさ、行ける道なんか2つぐらいしかなくないか。何の音？ああ、いるやん、もう。ここに陣取られると非常にめんどくさい。めんどくさいなー、そこは。だってこっち側別になんもないっしょ。雰囲気的にはありそうだけど、なんかね、ここら辺とか。でもなんか、あ、やっぱあったわ。同じような儀式をしているから、やっぱあるんだね。やばいね。逆十字。ドライブインザネイルス。逆十字か。来るんじゃ。ね、よし。リロード。来るなあ、あいつちょっちゅう。助けてくんない？ちょっと。あ、でも隠れるっていうのはできんのか、ここで。なるほどね。一応隠れればできるんだね。じゃあまあなんとかなんのかな。わからんな、それは。はい、ヒューズ2個目。では問題は一番奥よ。こっち側いたのか、気づかんかった。よし、こっち来い。で、こっち側にわざとおびき寄せといて、すん。こっち側にわざとおびき寄せといて、今。お、扉開けるのは時間かかる、あいつは。こういうムーブ。で、こっち行く。やっばいな、お前。Pray for liberation。訳すと、革命への生贄とか、獲物ってそんな感じか。お前やばいよね。絶対やばいよね。お前絶対やばいやつや。見たらわかるやばいやつや。ポポポポン。よっしゃ、こっち来いお前。ここからぐるっと回って、あー、クソ無理か。さっきの戦法したかったけど。
よし。違う違う違う。こっち向け。で、どっちだっけ？こっちか。よしよしよし。鍵セット。ボタン押す。下行きやがったー。マジかー。鍵取りに行くかー。というところで、本日この辺で終了にしたいと思います。最後までご視聴ありがとうございました。次はね、下の階に行って、あの鍵を取って、ここ行くのかな、おそらく。では、また次回の動画でお会いしましょう。またね。ご視聴ありがとうございました。もしこの動画が面白いと思ってくれた方は、高評価、チャンネル登録の方をよろしくお願いします。概要欄には Twitter のリンクも貼っておりますので、こちらもフォローしていただけると幸いです。それでは、また別の動画でお会いしましょう。さよなら。